はい、どうも長友愛理です。今日もよろしくお願いします。今日は新生活応援キャンペーンで、このようなキャンペーンが来ております。そのまま遊べる構築済みチーム初登場、3択チームプレゼント。これでキングティラノスチーム、キングプレシオスチーム、キングブラキオスチームの中から好きなものを、好きなパーティーを一つプレゼントしてくれるということで、ちょっと見ていってどれがいいのかなっていうのを個人的にこう見ていきたいなと思います。これ4月19日までやってるって結構長いですよね。だからこれから始める方とかもね、めっちゃいいかなというふうに思いますが、どうなんですかね。こう、あ、すごい、ちゃんとこうやって画面じゃないや、こうやってなんか編成とかも書いてあるんですね。はい、キングティラノスチーム、あ、リーダースキルは火属性の攻撃力と回復力が2倍、ドロップ操作3秒延長、2色以上同時攻撃で攻撃力が7倍。へえすごいですね。指長々だから、それこそね、初心者さんとかいいんじゃないですか。やっぱパスドラはね、指の時間がやっぱ最初の方、まあ今でも私はそうなんですけれども大事かなというふうに思います。はい、でレイランちゃんとかがいるね。すごい、かわいい。でキングプレスオスチームが、水属性の攻撃力と回復力が2倍、ドロップ操作を3秒延長。これはもうあれなんですね、全部同じで。次が水を4個以上つなげて消すと攻撃力が7倍。あー、なるほど。レイランじゃない、ティラノスは、多色みたいな感じなのかな、2色以上だから。うん、でキングプレシオスは、列というかつなげて消す系のリーダースキルってことは、ブラキオスは、お、メイメイだ。火属性の攻撃力と回復力が2倍、ドロップ操作を3秒延長。あ、コンボなんだ。4コンボ以上で攻撃力が7倍。そういう感じなんだね。なるほど。これどうなの、一部のモンスター能力調整。あー、能力調整もされてるんだ。はい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 、なるほど。うわー、懐かしい。このエルダーヨトゥンとかマールミズガルズとか、なんかこう進化素材でね、めっちゃなんか月曜ダンジョンを回ったイメージで、なかなか落ちないよっていうのがよくあったなっていう思い出があります。はい、これのスキルが、あー、15ターンから10ターンになったりとかしてるってことか。なるほどなるほど。若干こう使いやすくなってるんですね。ウォータードラゴンナイトとかいいですね。そしてアースドラゴンナイト、あー、いい感じに調整してくれてるすごい。あ、これいいじゃないの、普通にね。あ、優しくなってるんですね。3色以上同時攻撃だったのが2色以上同時攻撃で7倍とか、ちょっと優しくなったりしてるんだ。へー、強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が5倍、キングプレシオスがつなげて消すと、もう何でもいいんだ、水を4個以上つなげて消すと攻撃力が7倍、強化ドロップじゃなくても OK ってことなんですね。へえ、キングブラキオスは、5コンボから4コンボ、しかも、最大6倍から7倍。優しい。え、どうしよう、皆さんこれ何にしました。結構ほんと分かれると思うんですけど、あとはやっぱサブとかね、カリン、レイラン、メイメイで悩む方とかが多いんじゃないですか。はい、でも個人的にはメイメイちゃんをあれなんですよね、ドット進化させたいんですけど、転生にしちゃってて戻せないから、メイメイだけドットがいないんですよ。だからそうだな、キングブラキオスパーティーにするかななんていう風に思いますけど。え、てか覚醒もめちゃくちゃなんか増えてる覚醒めっちゃ増えてるじゃないですか。バインドされない、あ、スキル耐性がついてんのか。スキル耐性いいですね、大事で、スキブも増えてって感じで、でチームの HP も倍増するっていう感じなんですね、このエルダーヨトゥーン。
さんたちは。ドラゴンナイト系は強化ドロップ、強化ドロップがこう増えるって感じなんですね。でレイランちゃんとカリンちゃん、メイメイちゃんはスキブがついて封印耐性がついてチームが上がると。へー、なるほど。ツーウェイとか最近全然やってないですよね。最近なんか7コンボ強化とかがめっちゃ多いイメージ。ツーウェイなんか昔結構こう頑張ってね、4つ消しって書いてたけど結局できなかった思い出があります。はい、どうしよっかな、迷いますね。これマリンライダーバードロビン、ツーウェイが増えて、あこれ水の、え水、水と木の列強化、へえ。で雨のうずめ、あー迷う迷う、どうしよう。あそっか、で超転生白の能力が調整されたんだ。すいません、なんかあのもうねこれ多分始まってからもう4日5日とか経ってるんですけれども、今更こうね見ていく感じですけれども、ちなみに白私超転生作ったんですけど正直そんなに使ってなくてって感じですね。結構作るの大変だったイメージなんですけれども、レベル上げするのもね。はい、白はというと、闇属性の HP が 1.5 倍、 HP50% 以上で攻撃力が5倍っていうのは同じなんですね。からの火水闇の同時攻撃でダメージ軽減、攻撃力が3倍が 3.5 倍になるんだ。ほう、なるほど。でスキブが、プラスになってツーウェイが増える。何？ツーエイ推し？ツーエイ推しですか？ここで？なるほど。迷うな。それにしてもブラキオス、ブラキオスかな。私はコンボしたいしメイメイ欲しいからいいと思う。指の時間がそれでデフォルト5秒なんで、まあ、リーダーフレンド合わせたら11秒ってことはコンボしやすいじゃないですか。多色よりもコンボの方がいいんじゃないかなっていう風に個人的には思いますけどね。じゃあちょっと決めました。私はブラキオスにします。このダンジョンは一度しかプレイできません。選択したフロアをクリアするとこのダンジョンは消え、他のフロアに挑戦できなくなります。3択チームプレゼント、キングブラキオスチーム、このフロアでよろしいでしょうか？よろしいです。はい、おお、あサブはあれなんだ、297振られてないんだ。はい、どんな感じなんですかねこれ。おお、ほらやっぱ11秒もある、11秒あるってことはコンボできますよね。11秒、普通にこんな感じでいかがでしょうか。 HP がでも少ないね。なんか普段使ってるよりも HP 少ないな。まあもうほんとなんか初心者さんが嬉しいよねこのパーティー。普通にノーマルダンジョンとかだったら全然クリアできそうな感じがします。うわちょっと下手くそ。はい、そして結構倍率高い。77だもんね。49倍、すごいな。はい、いいですね。はい、あ1個できたな。ただコンボ強化がないから、これはやっぱりでもツーウェイとかした方がいいってことなのかな。うん、ウェイ消しですね。ウェイ消しを狙っていった方が多分いいのかな。はい、おお
やった、なんか久しぶりにメイクしました。はい、え、ボスは、え、これなん？これなん？プレシオスなん？そういう感じなんだ。私綺麗ですね、こうなんか動きがね。はい、じゃあ消していきたいと思います。これでいいかな。はい、行きました。なんか優しいダンジョンで嬉しい。ありがとうございました。これで鬼強かったら結構ね、悲しいけどね。はい、ということで、これをこのチームがプレゼントされるってこと。そして魔法石もらいました。こんな感じで受け取ることができましたね。はい、しかもアシストもしてくれてる。アシストしてくれてるし、スキルチェーンついてるし、何これ、回復キラーもある。優しすぎんねえ。ほら武器ついてるよ、すごっ。かわいい。個人的にはこうなんかストーリーダンジョンでね、ティラーもいいかなと思ったんですけれども、まあちょっとやっぱメイメイが個人的に欲しかったっていうのがあるかなと思います。これ皆さん何にしましたか。ほらメイメイね、もうねドット進化できてないんですよ。一体だけレイランちゃんとかカリンちゃんはしたんですけどね。はい、ということで私はキングブラキオスパーティーにしました。皆さん何にしましたかね。ちょっとなんか新たな風がこうパズドラから吹いてきた感じなんですけれども、引き続き楽しんでいけたらなと思います。はい、ということで本日は以上となります。本日も最後までご覧いただきまして本当に本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。